日本群馬県安中市板花板花は、群馬県安中市にある大技。板花及び、板花一丁目、道二丁目からなる。旧水軍板花町にあたる地名である。郵便番号は379-0111。面積は3.62平方キロメートル。99川と柳瀬川を合流する薄い川の下流砂岩に位置している。 基礎街道69時内板花掲載沿線が、かつては上野国片岡郡後に薄井郡に属していた。歴史地名としての板花は、現在よりも広く、安中市東部から高崎市の一部を含む地域を指していたと見られている。薄井川の北岸に位置し、後期旧石器時代の遺跡と見られる古城遺跡がある。古代には東山道が、 信濃国から欧州に向かって伸び、後に鎌倉に向かう鎌倉街道が板花から分岐するようになり、薄井川、カラス川の水運も含めた交通の要所となった。源義経と伊勢義盛が出会ったのもこの地とされている。中世紀には八幡荘、板花荘に属し、その重要性から信濃の軍勢が関東を進行する際の拠点、反対に、 関東の勢力が、シナノの軍勢を食い止める、際の拠点ともなった。また、一辺が混流したと伝えられる、文明寺があり、中世には、板花道場とも呼ばれて、実習の拠点の一つにもなった。建武四年、板花を含む八万層が、守護領とされた。文献資料による研究では、上野国の守護書は、板花に設置され、 京徳の乱以降は守護であった関東関連山内、上杉家の本拠地も、鎌倉から板花に移されたとみられているが、山内上杉家の邸宅や上杉範明、秋貞ゆかりの道家菩提寺である、海流寺など、上杉氏関連の遺構は見つかっておらず今後の研究課題となっている。戦国時代になると、板花は、山内上杉家、武田氏、ご北条氏の間で争われ、 北西の丘陵部に、板花城が築かれた。伝承によれば、山内上杉方の五冠氏、長野氏が入ったとされているが、城の遺構の調査では原存のものは、永六年間後期の築城と推定され、同六年とされる武田氏の板花城攻略以降のものとなる。後に、板花城には、小畑信孝が入り、武田氏、五宝城氏の参加と入ったとする。小田原の役で、 五法上氏が滅亡すると、徳川家康家臣の井い,い直政の支配下に入ったが、その後、里見忠重が一万国を与えられて、陣屋を設けている。また、中仙道の整備とともに、宿場町に、板花塾が設けられた。慶長18年に、板花藩が海域となり、官営2年に、前橋藩主、坂井忠代,代の長男忠行が、部屋積み寮として、 板花に万国が与えられた。板花寮は後に三万国とされたが、寛永十三年に忠代と後を継いで、板花から前橋に移った忠行が没した。板花寮はそのまま、前橋藩の一部に編入されたが、寛永二年の堺市の姫路藩への違法を機に、板花寮は天寮とされた。板花塾は、 薄井川に橋がなかったために川渡しを必要とし、上野国にあった七つの中仙道宿場町では、最も栄えたとされる。なお、薄井川に加強する試みがたびたび行われ、法歴2年に道中武教の命令で年間通じて、土橋が設置されることがなったが、洪水などで流出も多く、川渡しも維持された。明治元年に発生した西城周内小足では、板花宿も襲撃を受けて、 被害を受けている。明治16年に本格的な目標が薄井川に架けられ、町村制の成立とともに薄井郡板花町が発足する。昭和30年に安中町に合併され、3年後に安中市の発足によって同市の一部になった。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道駅はない。国道は国道18号が通っており、県道は群馬県道26号高崎安中渋川線、群馬県道171号吉井安中線、群馬県道10号前橋安中富岡線、群馬県道137号三里板花線が通っている。ありがとうございます。